こんばんは、おもちゃんです。今回ね、ゴーバスタービート、こちらを紹介したいと思います。今の、状態がカブトムシですね。ビート、でこれがですね、一度バスタービーグルっていうね、モードになります。車になるんですね。それはね、まずこの部分閉じて、ここからね外れます。こういう感じで一回これどけといて、この状態からね、これ一回倒します。で、説明書だとね、この部品を外すんだけど、外さなくてもいいです。ここ持ち上げておけば。持ち上げた状態で。最後にこれを下ろして、この状態になりますね。でね、まあクレーン車とかねで倒れないように、こう車支えているよね、こうやって横に。それもちゃんと再現されてるっていうね、素晴らしいね。ここにね、さっきのこれがつきます。これつけるときはこれを回転させます。で、この穴とこのね突起が同じ列に来るようにします。で、これをねここにはめます。この状態ですね。これで完成です。ここの部分とあとここの部分がこの状態で、ここも回すことができます。あとはね、ここの部分伸びるんで、こういう感じですね。車の状態で、これが今度ロボットになります。まず外します。この状態して、ここにボタンがあるので、これを両方押し裂いた状態で引っ張ります。で、足の部分のとこ引いて、はい、で、ここにね突起があるの、これを収納します。この状態になります。で、こっからですけど、ここね開けて、ここの両サイドを上げると、ここに顔があります。顔をね引っ張り出して、角を出します。この状態で、この状態でね2パターンあるんですけど、
このまんまこれをはめる、はめて収納すればパターンと、この状態からですね、まあ、あのガオガイガーの時のようにここから入ってこういうふうに収納してロボットをすることもできる。ここねロックかかるので、ちょっとこうやってこうロックかかります。離れなくなるというね。で外す時は一回開けて外さなきゃダメですね。引っこ抜くことはできないです、こっちへ。ただこの状態でこうロックかかるのでこの方がかっこいいですね。でこれを押して最後ここを広げてここを開けて完成です。変形するね、すごいね、立派だね。でここにね、両方とも同じようになるんだけども、これね武器として持たせられます。こっちも同じように武器として持たせることができると。でね、これね、もう一つね、バスターマシンっていう、こっちにもあるんだけど、これと合体させることができるんだけど、私これ持ってないのでね、ちょっとそれのレビューができないんだけど、合体させるときは、ここのところに、パコってつくんだよね、ちっちゃいの。ついた状態でちょっと武器を外させてもらおうかな。もう一つ顔が出てくると、合体した時の顔だね、これは。うん、でもこの状態でも別にいいんだよねこの状態の方がかっこいいねいきますか。大きさ、これはちっちゃいね、今までと。ちょっとやっぱ一体だからね、まあ普通こんなもんじゃないかな。今回はねゴーバスタービート、これを紹介しました。それではまた。